あのテイクバックをね、ここでこうたわますことで、ここにこう不安定な要素が僕はできるって思ってた。なるほどね。例えばこれをよし、ここまで上げたっていう感じやと、皆さんこんにちは、こんにちは、マイゴルフの刺身です。アボアボモンちゃんです。はい、はい、ということで、うん、始まりました。アボアボ構成、あれいいっすね。あ、いいっすか。いや、まさかの1年以上やってきて一番良かった。思いますか。急にこれ急に1位来た。いつもバーンって来た、ね、いつも点つけてたんですけど、今の1位。あー、1位っすか。あざっす。アバオ高専第1位ランクインしました。来たな、年末に来たな。来ましたね、クリスマスプレゼントしょうもないプレゼント絶対いらん。はい、ということで、はい、今回もやっていくんですけど、今回はですね、質問コーナーをやっていくんですけど、はい、この質問コーナーなんですが、はい、トーナメントプロの資格を持つ刺身とボンちゃんが、皆さんの日頃の、ゴルフのお悩みに対してよりね、実践的な答えを導いていくというコーナーになっておりますので、ぜひ皆さんね、ご視聴のもと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回の質問、まだいい質問が届いております、はい、読み上げますね。テイクバックの際、どうしても左肘、これが曲がってしまってオーバースイングになってしまった、はい、かなり我慢というか物足りないぐらいでトップを考えた方がいいですか。トップの位置のイメージっていうのはプロ的にどうお考えですかっていう質問が来ました。はいはい、これすごくいい質問なんで、はいはい、ちょっとまあ語っていくんですけど、うん、どうすか。それこそさっきこう肘が曲がってしまうとかって、僕結構ここ重要にしてて、うんうん、肘がこう曲がらないようにテイクスバックしようっていうのはずっと昔からやってましたね。ちょっといいっすか。なんでその肘が曲がらないでこうテイクバックしようかってこうずっと思ってたことは、うん、あのテイクバックをね、ここでこうたわますことで、うん、ここにこう不安定な要素が僕はできるって思ってた。なるほどね。例えばここでテイクバックを左腕を伸ばしてる、まあ、これ毎回できることで、うん、でもここでこう曲げるっていうのはこのどこまでっていう、こう分かりにくいんですよね。なるほど。これがすごい嫌で僕はずっと伸ばしてたんですよ。なるほどね。これが曲がるとインパクトでこう曲がってくるんですよね。はい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 。ここに一番こう曲がってるテイクバックの一番のこの弱点がインパクトに来るんですよね。不安定要素が増えちゃう、はい、それがめちゃくちゃ嫌で、僕は安定させるためにずっと左肘は伸ばしてます。なるほど、はい、逆に曲がったまま行くと、まあ遠心力も使えないし、うん、インパクトもそんな強くないと思うんですよね、うんうんうん、それで僕は伸ばしましたね。うん、あ、でもなんか距離的には伸びそうやけどね。逆にこうたわんで、うん、こうこの要はこのしなりを使えたら、しなり使って多分ここでバッてやったら、うん、こうムチみたいにはいけるとは思うんですけどね、うん、でもまあゴルフはね、安定感もいるから、そうそうそう、方向性がねもう大事やから、間違いない。やっぱり難しいですよね、この、うん、ルーズなのをね、自分の思い通りに操るっていうのは。今ただこの視聴者さんがおっしゃってるのは、多分伸ばしたくても伸ばせないというか、はいはい、トップでね、うん、はいはい、っていうことなんで、そこをちょっとね、僕が、はい、じゃあ解説していこうかと思います。まずこうなんでこの状態になってしまうかっていうと、はい、一つは可動域やと思うんですよ、はい、で腕がここで曲がってしまうっていうことは、はい、可動域を増やそうという意思なんですよ、意思の表れなんですよ。要は体が普通にここまで回ったらこれ以上いかなくていいじゃないですか。それで完成ですもんね。そうなんですよ。これが体が回らへんってなるから、こう腕で無理やり行こうとするんですよ。はいはい。で無理やり可動域を作りに行って、無理やりこうクラブを上げに行こうとして腕が曲がる、うん、曲がって無理やり行ってるみたいな、はい、まあ、これが一つと、であと一つは視聴者さんのコメントでもあったように、ここまで行かないといけないって体が思ってる、うん、まあ、これがオーバースイングになってしまう理由なんですよね。だから普通に行ったらここぐらいでいいけど、どっかでここまで行かないとあかんって思ってる人、はい、それが意図的に思ってるのか無意識で思ってるのか、まあ、それは別置いといて、うん、なんせここまで行かないといけないって思ってたら、要はそこまで行かそうとするじゃないですか、はい、でこう無理やり腕で曲げて行っちゃうみたいな、っていうパターンが2つあるんです
けど、僕のイメージを言わせてもらうと、バックスイングは限界まで上げないです。はい。バックスイングは物足りないぐらいでちょうどいいです。はい、もうちょっといけるのになぐらいでいいです。はいはい。でこれを、よし、ここまで上げたっていう感じやと、上がりすぎてることが多いです。はいはい。で、それはなんでかっていうと、限界まで上げるじゃないですか。はい。だったら、ここでコントロールできる領域じゃなくなってしまってるんですよ。はいはい。ちょっと余裕がないから。はい。要は可動域の限界まで上げると、うわ、やっとここまで上げれた。で、よいしょってなるんですよ。はいはい。ってなると、こう、フォローでもう一段階、こう、ゴルフって加速しないといけないのに、ここで、こう、パワーの限界を迎えてしまうと、はい、こっからこう弱いフォローになっちゃうんですよ。うん。で、物足りない方がこっちでこう思いっきりパワー使える。はいはい。でも僕も視聴者さんのこの方と一緒で、こうやっぱりこう調子が悪くなってくると、どんどんこうちょっと上がってない、もっと上げなみたいな、はい、なっていくんですよね。フォローが小さくなっちゃったりとか、もう限界まで上げてみたいな、ちょっとフォローが小さくなっちゃって、まあ飛ばないとか、はい、まあ、うまく球にミートしないみたいな、はい、状態になるんで、まあ、そこは本当にビデオで撮って、こう大体こう僕の場合やと、こっちから見ると、この手とクラブのヘッドが隠れるか、まあクラブがちょっと上にあるかぐらいが、アイアンの場合やとね、はい、ベストなんで、まあ、そこに収まってるかどうか見るんですけど、僕も回そうと思ったら、どこまででも結構回せるんですよ。はいはい、回せるし上げるけど、そこまでいっちゃうと本当にこっちでの切り返しのパワーがなくなっちゃうんで、うん、まだ余裕あんのになぐらいで止めてるつもりです。で、なんか大きすぎると軸とかもブレそうですね。そう、目線もね、間違いない。自分がコントロールできる幅を、ね、超えてしまうとね、はいはい、こう全体のスイングのバランスが崩れちゃうんで、はいはい、スイングはだからちょっと余裕ある、ちょっと物足りへんけど、ここやったら余裕あるなっていうところらへんでバックスイング止めておくと、しっかりこう軸の取れたスイングになるんで、はい、僕もあのカメラではここまで上がってると思うんですけど、はい、いい時のイメージはもうトップこの辺なんですよ、はいはい、僕の中でのイメージで、うん、もう9時ぐらいのところでここから思いっきり加速するっていうイメージの時が一番いいです。うん。で、そのイメージの時もでもカメラ見たらここまで行ってるんですよ。行くんですよね。なぜか知らないですけど、はい、まあ、これは多分勢いとかもあるんでしょうけど、ね、感動ね、あるでしょうね。だからいい時は本当にもうほんまにこの辺のイメージ、はい、この辺で止まってるイメージ、こっからっていくみたいな、うん、イメージの時が本当に一番いいんで、だからここでいいと思うと腕ってそんなに曲がんないと思うんですよ、ね、はいはい、なおかつ、まあ、はい、まあ、僕の場合は、もんちゃん最初に言ってくれたのと一緒で、こう左腕をこう、ほんまに伸ばして、この三角形をキープした状態で、こう。はい。で、ここまで来たら、もう、切り返します。そのスタートの三角形をキープして、まあ、まあ、9時ぐらいまで上げてっていう、その基本さえ守ってれば、多分腕は曲がらないですね。うん、そうですね。それ以上上にこう、上げようとか、すると、肘が曲がってきますね。そうなんですよね。9時ぐらいで止めるぐらいの勢いで、あとは反動でこう、ちょっと上がって、みたいな感じですね。そうですね。それが本当に理想なんで。うん、でもなんか、ドラゴン選手とか、めちゃくちゃトップ上がるじゃないですか。まあ、でもあれってやっぱり、強靭な。強靭な肉体あってこそのね。で、でもあの人はやっぱ当たらないですもんね。うん。なんか、空振りとかするじゃないですか、うんうんうん、チョロとかね、うん、だからあれはちょっとね、だから競技ゴルフ用ではないかなって感じですね。スコアを出すにはやっぱりちゃいますね。そうですね、こう安定性も入れていかなあかんってなると、うん、やっぱりバックスイングってこう物足りないぐらいでちょうどよくて、うん、やっぱり PGA 選手とか見ててもなかなかオーバースイングの人いないんですよね。そうですね、大体みんなこの手のここに隠れてる、ヘッドが隠れてるぐらいの人が本当に平均トップ多いんで、感覚派っぽいプロゴルファートップ小さいよね。確かにね、ジョン・ラームさんとかね、この辺すごい、これで350飛ぶのね、小さただ行くからすっごいな、どうなってんのってな感じなんで、はい、あんまりこうここまで上げないとっていう意識はもうなくした方がいいですね。なんか昔の雑誌とか結構ありましたもんね、トップはこの位置みたいな、こう、うんうん、ちょっとこう
決めつけじゃないけど、うん、まあ、こうが理想であるっていうのがこう強いから、うん、そういうのを見ちゃうとこう理想の形までこう手でね、はいはい、ぐいっと上げちゃいがちですよね。そうっす。であと多分その腕を曲げちゃうってことは多分可動域が極端に狭い方、うん、体を回すのがすごい苦手な方はここまでって言ったら上がんない人もいらっしゃると思うんですよ、うん、まあ、僕らは上がるけど、はいはい、うん、そういう人はやっぱり可動域を広げる。可動域っていうのは腕のすか、股関節じゃないです、あのこの体のこのこの面あるじゃないですか、はいはい、こう胸の面があるじゃないですか、はい、これとこの足の面をまっすぐにした状態からこうねじれるこの可動域、うん、あ、じゃあ手が上がらないからこう手とか肩とかのじゃなくて上半身、そう、お腹周りとか、そうですね、このお腹周りのこの上半身と下半身つなげてるこの辺りが、はい、ここがどんだけ柔らかいかによると思うんですよ。だここがなんせここまで回ったら、まあ、あと手この辺でいいんで、手そんな上がらんでもいいんで、はい、そんな上がらんでも多分いいトップにはなるんで、はいはい、だこれが回らなかったら、これが例えば回らない人いるじゃないですか、はい、ここまでしか回りませんよとかやったら、こうなった時にここで止まるじゃないですか、はい、トップが。だから手で上げるしかないじゃん、うん、ってなったらこう腕も曲がっちゃいますよね、うん、もうちょっと上げなって思ったら、これをこうちょっとこう要は足は前向いてるけど上体こう向けるようになったら、はい、普通にいいトップ上がる、うんうん、だからこの辺の可動域を上げる練習、はいはい、練習っていうかストレッチかな、まあ前出したやつね、そうそうそう、ストレッチ動画ちょっと画面に貼り付けとくんで、ストレッチ動画見てくれたら、うん、多分あのプロゴルファーが多分ほとんどやってるストレッチなんで、はい、あれをこう皆さん見てもらってこう可動域広げてもらったらトップもすんなり上がるようになって、多分腕まっすぐした状態でも全然余裕で上がるようになるんで、はいはい、やってもらったらいいショット打ってるんかな、はい、実際にね、じゃあこの辺で止めて行くイメージでどこまで上がってるかちょっと見てもらいますね。今のどこらで止めるイメージですか。今もこの辺普通にトップ A トップやわ、 A トップその意識で十分ってことだね。そういうことなんですよ。十分や。僕の中ではすげえ物足りないんですよ、はい、まだいけるんですよ、はい、うん、ただもうこの辺でちょっと止めるぐらいで、はいはい、でこっからバーンっていったろっていう思いで打ったらああなるんで、うんうん、もちろんここは小さくするだけじゃダメで、こっからをしっかり大きいフォロー、はいはい、うん、フォローを大きく振っていくっていう作業はもちろん必要になってくるんで、まあ、そこはね皆さんやってもらったらいいかなと思います、はい、まあ、そんな感じで、はい、今回はねシェイクバックについて、はい、プロの皆さんはどんなイメージを持ってあるんですかっていう質問に対してちょっと答えさせていただきました、はい、でも僕ら共通してたのは、うん、左肘はやっぱりしっかり伸ばす、はい、伸ばして、まあ、この三角形キープした状態でバックスイングを、はい、まあ、これが結構重要になっていて、でかつ、まあ、実際にはバックスイングってみんなが思ってるほどこう限界まで上げてないというか、うん、ちょっとまだ余裕あるぐらいだよっていうぐらいの方が、はい、まあ、フォローで、ね、パワーが使えるっていうことだったんで、はい、まあ、バックスイングがね、物足りないぐらいがちょうどいいと思います。はい、いうことが、はい、まあ、今回の答えでした。はい、なんで、視聴者の方もね、質問くれた方もね、そんなにこう、こんくらい上げなっていう思いでやっちゃうと、こう、しんどいと思うので、多分今の自分の、その、可動域の中でちょっと余裕があるぐらいの方が、絶対いいと思うんで、はい、やってみてください。左肘はね、しっかり伸ばしてほしいですね。まあ、左肘を伸ばすことによってその他の可動域がこう上がってくると思うんで、はい、だ最初はかなりちっちゃいバックスイングになっちゃってもいいと思うんですよね、うん、はい、だからそこからこうどんどんこう体の可動域がどんどん上がってくるんで、勝手にそこは手で上げずに、そう、別の部分で別の部分をこうっていう、そう、ねじって上げるって感じです、はい、ぜひやってみてください、はい、というわけで、皆さん、今回はテイクバック、テイクバックは物足りないというテーマでやらせてもらいました、はいはい、またね、質問等ございましたら、はい、下のね、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。オリジナルグッズ
ス販売中です。概要欄からチェック。